西パキスタンは1947年のインドパキスタン分離独立に続く現在のパキスタン建国で作られた二つの飛び地の一つであった。1947年にイギリスから独立するとパキスタンは物理的にインドでお互いを東西に分ける二つの居住区に分かれた。パキスタンの西側は三つの知事州と長官が管理する州。 数個の独立した半王国を伴うバルチスタン州連合、カラチ周辺の連邦主と領域、連邦直轄部族地域を含んでいた。新国家の東側は東ベンガル州のみで構成された。東パキスタンが人口の過半数を占めながら憲法制定議会では異常に少数派であったのに、対して西パキスタンは政治的に優勢であった。この東西の不平等と、 地理的距離は新憲法の採択を遅らせていると考えられた。両地域の異を小さくするために政府は1954年11月22日にチャウドリー・ムハンマド・アリ首相が発表した一つの連邦政策の下で二つの別個の州に国家を再編成することを決めた。1970年、ヤヒヤカーン大統領検証軍は領域改革や憲法改革、 軍事改革を実行した。この改革で、衆議会や国会、現在のパキスタンの4つの州を創設した。1970年7月1日、単に、パキスタンとして建国しながら、一つの連邦を解消し、西を削除する1970年の法的枠組み例に基づき西パキスタンは異常され、パキスタンと改名した。 この命令は1955年に建国された地理的立場を保持する東パキスタンに影響はなかった。しかし翌年のバングラデシュ独立戦争でバングラデシュという新国家として東パキスタンが離脱することにつながった。西パキスタンの地理1947年の建国にあたってパキスタンの建国の父は境界線委員会会議に参加した。 シリルアドクリフに率いられて、委員会は、パキスタンとインドの協定や分割、将来の政治機構を交渉する任務に当たった。パキスタンは1 6 0 0トルにわたるインドで、分断された2つの別個の州から成り立った。西側の州は、3つの知事州と長官が管理する州、1州、バルチスタン州連合、数個の独立した、反王国、連邦州と領域。 連邦直轄部族地域を含んでいた。新国家の東側は東ベンガル州のみを構成した。西パキスタンには民族間の摩擦や知識不足、永続的な国境を定めるにあたっての不確実性などの分割に関する問題があった。東パキスタンやバロチスタン、西北か辺境州にはほとんど困難な問題はなかったが、パキスタン側の南パンジャーブでは、 安定させなければならない重要な問題に直面していた。かつての東パンジャーブ州はインド政府により統合され、数百万のパンジャーブのムスリムは逃げ出し、逆に宿教徒やヒンドゥー教徒に置き換わった。地域の暴力はインドア大陸中に拡大した。パキスタンの建国の父の関心を必要とする経済復興活動はさらに問題を増大させた。 この分割は大規模な共有者としてのインドとともに、天然資源や産業、経済インフラ、人事、軍隊も分割した。インドは人口でパキスタンの3500万人に対して3億4500万人を保持した。国土はインドに78%、パキスタンに22%分割された。軍隊はインドに64%、 パキスタンに36%の割合で分割された。ほとんどの軍事資産はインドにあり、パキスタンの施設はほとんど時代遅れで、保持する弾薬はわずか1週間ほどの危険なまでに低いものであった。1個師団が東パキスタンで召集された一方で4個師団が西パキスタンで召集された。メディアを再生する西パキスタンを訪れたジャクリーン・ケネディ建国時からパキスタンには、 政治の連邦型議会制民主主義体制という方向性があった。西パキスタンに残った建国の父と共にリアカット・アリー・カーンがパキスタン総督ムハンマド・アリー・ジンナーと共に初代首相に任命された。西パキスタンは西パキスタンのパキスタン運動の指導的人物の多数派と共にパキスタン全土を超えた独占的負託を提唱した。1949年、 西洋化された連邦型議会制共和国を目指す憲法制定議会は国家目標決議とパキスタン憲法付帯文書を可決した議会改革の作業は後に1950年に憲法制定議会により制度化されたパキスタンの西側は新国家の政治で優位を占めていた東パキスタンは人口の半数を超えていたが憲法制定議会での議席は 非常に少数であった。この双方の不平等と地理的距離は新憲法の採択を遅らせていると考えられた。両地域の差異を小さくするために政府は国家を二つの異なる州に再編成することに決めた。1954年11月22日にチャウドリ・ムハンマドアリー首相が発表した一つの連邦政策に基づいて西パキスタンの四つの州と領域が 東の単独州を繁栄する一つの連邦に集約された。西パキスタンは西パキスタンの県や州、部族領域を合同することで建国された。県には十二の区画があり、県とはカラチに作られた。あとに首都はラホールに移り、最終的に1965年にイスラマバードに作られた。東ベンガール州はダッカに州都を置く東パキスタンに改名した。 東パキスタンと西パキスタンの衝突は全土をさらに不安定にしながら間もなく勃発した。双方には異なる政治思想と異なる言語文化があった。西パキスタンはイスラム教を国教としながら議会制民主主義を主要な基本原理として建国された。翻って東パキスタンは世俗国家が宣言された1954年の 選挙以来社会主義国であった。東パキスタンがソビエト連邦や東側諸国に共感していた一方で、西パキスタンはアメリカ合衆国や NATO に組みしていた。1956年憲法はイスラム教を国教とし、ウルドゥ語や英語、ベンガル語を公用語としながら議会制度を法的に有効なものとした。1956年憲法は、 パキスタンの最高裁判所同様に、パキスタンの国会も創設した。ラホールの民族間の暴力行為や宗教間の暴力行為は1953年に始まり、全土に拡大した。首相モハンマドアリー・ボグラは、暴力行為を抑制するために、ラホールに戒厳令を宣言した。この地域間の暴力行為は、間もなくインドに広まり、地域紛争は、 西パキスタンとインドを戦争すれすれのところまで追い込んだ。パキスタンの首相とインドの首相はラホールで緊急会談を行った。1947年から1959年にかけて政府は不十分だが安定していた。7人の首相や4人のパキスタン総督1人の大統領が憲法に基づく政変やクーデターにより強制的に排除された。 一つの連邦計画は厳しい反対や民衆の不満、政治的混乱にぶつかった。来る選挙でのムスリム連盟やパキスタン社会党への支援は技術化政治を脅威にさらした。ムスリム連盟と社会党は1954年の選挙で連盟が敗れると勢いを得て、社会党はイスカンダル・ミルザ大統領の共和党の有権者に意義申し立てをしていた。 アメリカ合衆国が両州の民主主義は失敗に向かっていると見極める中でアメリカ合衆国との関係は悪化した。アメリカ合衆国が支援する軍事クーデターがパキスタン陸軍司令部により1958年に開始された。ウルドゥゴワ社とベンガル人は強制的に西パキスタンの問題から排除された。当時の陸軍最高司令官、 アユーブハーン将軍が率いる海原霊下で連邦議会はダッカに移された一方で首都は1959年にカラチからラーワルピンディの陸軍戦闘総司令部に移された。1963年ラーワルピンディは首都としてはお役御免になり新都市が計画され建設され最終的に1965年に完成した。1965年 最終的に首都はイスラマワードに移された。逆の立場からは、州は経済発展の恩恵を受けていなかったが、一つの連邦計画は中央政府を強化した。西パキスタンでは4州も州に課されるために、不正行為の原因となる一つの連邦の廃止を求めて苦労してもがいていた。州の強力な委員会は、文民の犯行や街中での暴力行為、 会言令に対するスローガンの形容、警察のような政府機関への攻撃といった手法で中央政府に圧力をかけた。数週間にわたり四州は共に働きや社政権が設けた、さえのあらゆる未解決の問題を解決するための一つの連邦解消委員会を指導した。最終的に委員会の案は西パキスタンの一つの連邦が解消し、全権力が バルチスタン州やカイバルパクトゥンクワ州、パンジャーブ州、シンド州に関された1970年7月1日に発行した。ヤヒャカーン大統領検証軍は1970年7月1日に単に西を削除し、パキスタンという語を加えただけの大統領令を発した。1970年12月に行われた。 総選挙でムジブルラフマンを擁する極左のアワミ連盟が議会で絶対的な勝利を収め162議席のうちに議席を除く全議席が東パキスタンに割り振られた。アワミ連盟は東パキスタンへのさらなる自治を主張したが軍事政権はムジブルラフマンに政権擁立を認めなかった。東パキスタンは1971年12月16日に バングラデシュとして独立した。西パキスタンという用語は不要となった。メディアを再生する西パキスタンの1950年の映像西パキスタンは多くの政治的な変更を経験し多様な政党制度があった。西パキスタンの政治制度は排他的な右翼団体に対する大衆的な影響力のある左翼集団から成り立っていた。 独立以降にパキスタンは公式の事務所に政府の長としての首相と元首としての大統領がいる議会制共和国であった。1956年憲法は反大統領制の国と定め同年大統領府が開設された。経験のある中央上級管理で少将のイスカンデル・ミルザが初代大統領になったが、ミルザが1958年に戒厳令を発令すると、 三年以上務めることはできなかった。ミルザは首席会元令管理官として陸軍最高司令官アユーブカーン将軍を任命したが後に大統領を見限り軍事政権が発足するとイギリスに亡命した。パキスタンの最高裁判所はパキスタンの国会の役割を軽視しながら主要な役割を演じる国政の黒幕である司法の権威であった。 最高裁判所は1965年にイスラマバードに移され、アルビンド・ロベルト・コルネリウス裁判長は朝廷官や職員、注目を浴びる事件のすべてをイスラマバードに移行させた。最高裁判所の建物はイスラマバードで最も魅力的な場所の一つであり、首都で最も美しい建物である。この暫定議会には西パキスタン情勢の永続的な効果はなかったが、議員が 政治に関係のない事柄を討論しに集まる儀礼的な議会であった。1965年、議会はアユーブカーンが巨大な議事堂を建設するとイスラマワードに移動した。議会はパキスタンの国会と改名し、高級行政官のみで構成された。西パキスタンの知事の職は主として儀礼的なものであったが、後に知事は 同様に一部の行政権を行使した。初代の知事は、ムシタクアフメドグルマニで、西パンジャーブ州の最後の知事でもあった。アユーブカーンは、知事職を廃止し、代わりに、西パキスタン海原令管理官を創設した。西パキスタンの首席大臣職は、国の最高行政官であり、衆議会の最大政党の指導者であった。初代首席大臣は、独立前に、 カイワル・パクトゥンクは州の首席大臣を二度務めたアブドゥルジャバルカーンであった。首席大臣職はアユーブ・カーンが西パキスタンの政権を奪取した1958年に廃止された。西パキスタンの知事西パキスタンの首席大臣西パキスタンの住人の地域はバハー・ワルプル、デラ、イスマイール・カーン、ハイデラバード、カラット、カイプール、ラホール、マラカンド、ムルターン、 ペシャーワル、クエッタ、ラワルピンリ、サルゴーダーであり、マラカンド首都がサイズであるのを除けば全て首都から名付けられ、ラワルピンリはイスラマバードの管理を受けていた。ここも1958年に購入してからグワーダルの前者のオマーンの飛び地を、1961年に前者の連邦首都領域を編入し、後者は権利に基づき新しい地方を形成した。 1970年、海原本部は西パキスタンを廃止したヤヒャカーン将軍により解消された。1970年7月1日、バロチスタン州やパンジャーブ州、シンド州、カイバル・パクトゥンクは州の地方議会や首相官邸、民間機関の多くがヤヒャカーンの署名した大統領令により復活し再建された。四つの州と四つの行政部門が現状を維持し、 地方政府が1970年に地方に与えられた地方自治を管理し施行するために1970年に合憲的に設置された。インドとの西パキスタンの紛争では東パキスタンの軍事政権は沈黙を保ち東部インドに圧力をかけるために軍を送らなかった。西パキスタンは東パキスタンがいかなる行動も取らないことを非難し行動しないことは 東パキスタン政府に対する西パキスタンの行き通りを引き起こした。事実インド空軍東部空軍司令部は東パキスタンの空軍を攻撃した。しかし東パキスタンは兵力の少ない第14不評師団と16機の戦闘機だけで防衛し、戦車や海軍は東パキスタンになかった。一つの連邦政策は歳出を減らし保守的な。 偏見を除去することになる理性的な行政改革とみなされた。西パキスタンは、上辺は、均質な区画を形成したが、実際は、著しい言語上の際や民族際から成り立っていた。四つの州は、単一国家の公式の定義に、全く合致していなかった。シンド州のシンド人とウルデューゴワ社は、一つの連邦政策に反旗を翻した。暴動は、 バローチスターン州やカイバルパクトゥンクワ州、パンジャーブ州に拡大した。一つの連邦政策は西パキスタンでは失敗で復活は起こりそうもなく見えた。しかし1958年の軍事クデターと共に首席大臣が廃止され大統領が西パキスタンの行政権を掌握するとシンド州にとっての混乱がぼんやりとその姿を表した。 アメリカ合衆国や資本主義国との西パキスタンの密接な関係が原因で、社会主義の影響は西パキスタン人の間に深く根を張っていた。人々は社会主義に好意を示したが、共産主義と決して連合しなかった。パキスタン社会党はかつて独立運動以前の反パキスタン条項により支持を失った。しかしアユブカーン政権時代に人々の生活を改善する。 主導権を握ったとはいえ、貧しい大衆は、パキスタンの中流階級やジェントリーが享受した利益や、改革を享受しなかった。第二次インパ戦争後、政府に対する文化革命や、行き通り、反感が、カシミール主義が、アユーブカーン大統領により裏切られたと人々が、感じると高まり始めた。ズルフィカール・アリーブッド外務大臣が解任され、 復讐することを公約すると問題はさらに増大した。悲惨した民主社会主義大衆とマルクス主義大衆を集め、連合すると、仏党は1967年にパキスタン人民党を決闘した。社会主義者はアメリカ合衆国と同盟する大統領に対する反感の波を利用した。良い未来に投票する人々を教育しながら、社会主義者は、 西パキスタンの貧しい都市部に溶け込み、民主主義の重要性を広く、全土に知らしめた。仏陶の指導のもとで、社会主義者は、カーンの権威に挑戦するストライキと、市民的不服従を行う上で極めて重要な役割を演じた。上級の社会主義指導部を逮捕すると、軍事政権は猛烈に反応した。これで、西パキスタンで身の毛もよだつ、暴力行為が引き起こされ、 それにより、カーンに対して耐えられない圧力が増大した。カーンは、ラワルピンギの円卓会議を呼びかけたが、仏党に引きられた、社会主義者は、アユーブが、任にとまることを受け入れることを拒否し、東パキスタンの政治家ムジブル・ラフマンが提出した、地方自治ための6点運動を拒絶した。1969年、カーンは2年以内の選挙実施を約束する。 三謀総長や百安将軍に権力を移譲した。その間に仏党は仏党の指導のもと十分な力を蓄えて参加し西パキスタンの政治で極めて重要な担い手となる左翼組織を集め連合することに活躍した。アフガニスタンと西パキスタンの長い国境は不安定であった。これはこの地域に住む独立したパシュトゥン族によるものである。加えて 実際の国境線は確定していない。1893年のデュアランドラインは両国の国境を定めるのに西パキスタンにより用いられたがアフガニスタンはその国境を決して承認していない。1955年、外交関係はパキスタン大使館略奪事件で深刻な状況であった。1961年、パキスタン軍は パキスタンのバジャウール地域でのアフガニスタンの侵攻を鎮圧した。メディアを再生するパキスタン軍を映した映像西パキスタンには主に1947年の独立の余波とカシミールの問題によるインドとの非友好的な関係があった。1947年、パキスタン陸軍とパキスタイ空軍はカシミールを併合する基礎があったが、インド陸軍に押し返された。作戦は、 部分的には成功を収めたが、後に北パキスタンを統合するカシミールの40%を占領した。1965年、ジブラルタル作戦は国の内外で長期のマイナスの影響を与えていた。ズルフィカール・アリーブット外務大臣と国防大臣アフザル・ラフマンカーン海軍中将はパキスタン陸軍とパキスタイ空軍の空挺団を使って、 インドがアカシミールに潜入させる秘密作戦を承認するようアユーブカーン大統領に依頼した。地上攻撃がパキスタン陸軍により始まる一方で、1965年8月の夜間に空挺団がインドがアカシミールに降下した。空挺団はどうにかインドが支配するカシミールの多くを占領し、そこはシュリーナガルからわずか 10km の地点であったが、 ここはそれまでにパキスタン軍が最も肉薄できた地点であった。1965年9月、インドは反撃を開始し、空挺団は今日のアザドカシミールに押し返された。作戦は無残にも失敗し、インド軍は完全装備で西パキスタンを攻撃した。ソビエト連邦は1965年9月に紛争に介入し、1ヶ月に及ぶ戦争は、 永続的な領土変更がなく終わった。パキスタンとインドは、1966年1月に、他試験と宣言に署名したが、停戦は、インドとパキスタン双方で批判され、互いに対する公然とした行通りが増大した。西パキスタンでは、アユーブカーンが仏頭を外務大臣から解任し、カーン中将は失敗の責任を仏頭に押し付けた。余波として仏頭は、 反アユーブカーン運動に加わり、大衆不服従の騒乱を開始した。でもと、自発的な自行動は、パキスタン周辺で起こり、アユーブカーンは、統治できなくなった。1967年、別の戒厳令が自らを主席戒厳令管理官に任命した別の陸軍最高司令官や百ーン将軍により、施行された。西パキスタンは、北の狭い国境を共有する。 中華人民共和国と良好な関係があった。1950年、パキスタンは台湾の中華民国との正式な外交関係を終了し、中華人民共和国を承認した最初の国の一つになった。その後両国は極めて密接で協力的な関係を維持した。中華人民共和国は冷戦期にパキスタンに経済、軍事、技術分野の援助を行い、 両国は互いを密接な戦略的アライアンスとみなした。パキスタンとソビート連邦の関係は、こよなく緊張させる、冷たさとは違っていた。これは、冷戦期のことで、パキスタンのアメリカ合衆国との密接な関係は、ソビート連邦との関係の必要経費となった。ソビート連邦とパキスタンの関係は、ソビート連邦がアメリカ合衆国の偵察機を撃墜した。 U-2 撃墜事件でさらに損なわれ、アユーブ・ハーン陸軍最高司令官は、ソビエト連邦に対する偵察と、密かな探査計画のために、バダベル・パキスタン空軍基地を離陸する許可を、アメリカ合衆国に与えていた。ソビエト連邦は、第三次インパ戦争ではインドを支援した。ソビエト連邦は当時インドに対する最大の軍事援助国であった。 アメリカ合衆国は独立に際してパキスタンとの関係を構築した最初の国の一つであった。パキスタンは冷戦期にソビエト連邦に対してアメリカ合衆国と同盟を結んだ。パキスタンは東南アジア条約機構や中央条約機構の不可欠な加盟国であり、共にソビエト連邦や共産主義に反対していた。 パキスタンが西洋と同盟すると決めた主要な要因は援助を受ける切迫した必要性であった。その後、アメリカ合衆国はパキスタンに大規模な経済、科学、軍事援助を行った。この密接な関係はパキスタンの民主主義や軍事支配の時代を通じて続いた。関係は結局は左翼のパキスタン人民党が1971年に政権について 西パキスタンがパキスタンに解消すると悪化した。ウィキメディアコモンズには西パキスタンに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。